じゃあ、Cさんすみません、こちらの方をお待ちいただきまして、こちらの方をお待ちいただきまして、先生、すみません、奥の方ですみません、お並びいただけますでしょうか。はい、男子 800m リレー競技において銅メダル獲得という輝かしい成績を収められました。その活躍は県民に大きな感動と勇気を与えるとともに、国内外における山梨県のイメージアップに多大な貢献をされましたので表彰します。平成28年10月27日山梨県知事後藤仁志、おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん大事です。そうですね。が、時間に割いていただきありがとうございます。今年の夏のオリンピックを紹介していただいて、今回、山梨県にイメージアップ大賞をいただくことができて、本当に光栄に思います。また、オリンピックだけでなく、今回国体2連覇できたことは、僕も山梨県出身として、山梨代表として出て2連覇できたことは本当に嬉しく思いますし、また、来シーズンに向けていいスタートができたと思います。この今年のオリンピックの結果とまた国体に連覇した勢いに乗って、また来年も世界選手権があるので、しっかり一年一年大事にして東京オリンピックを集大成にと考えてますので、そこでまたいい結果を出せますように、また山梨でその山梨出身としてもっと山梨を PR できるように水泳を通して頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。FM 富士の野村と申しますが、今、知事と、はい、表彰式の後で知事とお話しされたと思うんですけども、どういったお話をされたんでしょうか。はい、お願いします。はい、そうですね、今のオリンピック、東京オリンピックに向けてのプール解説の話だったり、そのプールはどうしても施設費が高くなってしまうので、そのなんでそうなってしまうのかっていう話をしてて、僕もやっぱり出る側でそちらの方に関連してはないので、あんまりコーチとかがその知事と話してるのを聞いてへえって思うところもあったり、そういう話だったり、まあ、山梨のその山梨ならではの山の景色の話だったり、僕もそのずっと山梨生まれて今埼玉の方にお世話になっていて、埼玉の地方、地域もすごい素晴らしいんですけど、まあ、今まで来た山梨に、まあ、今回こうして帰ってきて、周りがやっぱ山だと山なのを見ると落ち着くなっていう話だったり、そういう話をしました。はい、どうしてですか。今風景の話もあったんですけども、何か具体的にこの山梨の風景でここが好きだとか、そういった風景ってありますか。そうですね、まあ、でも河口湖にもよく行きますし、まあ、この時期になると紅葉が綺麗なので、まあ、毎年紅葉は見に行っていて、昇仙峡にもよく行ったりしますし、まあ、今回この用事が済んでしまったらまた埼玉の方に帰るんですけど、11月の中旬にまた山梨にイベントで帰ってくることができるので、その時には多分紅葉もいいシーズンになっていると思うので、また綺麗な場所、さっき知事とも話した中で、いや山梨の富士山の綺麗に見えるスポットとか、その本が置いてあって、紅葉のおすすめスポットとかもあったので、それをまた見ていいなと思った場所に11月中旬帰ってきたら行きたいなと思いました。よろしいでしょうか。他にどうですか。いかがでしょうか。よろしいですか。あ、どうぞどうぞ。じゃ読売新聞ですけれども、よろしくお願いします。イメージアップ大賞を受賞されたということで、改めてその感想をお願いしたいんですけれども。今までにはないぐらい栄誉ある賞をいただいて、今まで僕でしたらもらえない賞を今回オリンピックのリレーでのメダルを評価していただいて、本当に山梨県イメージアップ大賞をいただけたことは本当に光栄に思います。この賞に恥じないように、またこれからも僕は現役を続けていくので、さらにもっともっと成長できるようにしていきたいなと思います。よろしいですか。他に、はい、どうぞ。ちょっと山梨一日新聞の雨宮と申します。まあ、来年すぐ世界選手権があるという形ですけど、そこに向けて、まあ、どういう部分を一番重点的にやって、どういうふうなところを成長して
また世界で4年後につながれていきたいかっていうのを教えてもらえたらと思います。まずオリンピックで初日に個人のレースがあった時に、世界で個人種目としては僕はまだ戦えないなっていうのを痛感したので、そうですね、まあ、4年後の東京オリンピックで個人でもメダルを獲得したいっていう気持ちがより一層強くなったんですけど、まだまだこの自分の実力では来年の世界選手権でも戦えない位置にいるままだと思うので、もっともっと成長するために日々努力していかなきゃいけないなと思いましたし、オリンピック終わってから今ちょっと肩を怪我してしまっていて、そのも早く怪我というのはやはりしてしまうと今まで積み重ねてきたものも怪我や風邪はどうしても台無しにしてしまう要素だと思うので、早くこの肩を完治させてまた思いっきり練習ができるように取り組んで、まあ、来年の世界選手権ももう本当にあと半年で選考会が来てしまうので、一日一日を大切にして、もうオリンピックの波っていうかオリンピックシーズン終わったので、気持ちをしっかり切り替えてまた挑戦者の気持ちで一からスタートしたいなと思いますし、まあ、世界選手権はオリンピックの選考会の時に自分で派遣標準記録を切れなかったので、まあ、来年こそはしっかり世界選手権の標準記録を個人でしっかり選考会で突破して、しっかり内定をいただいて、世界選手権ではリレーはやはりオリンピックで取ったメダルをもう一回しっかりメダルを取ることを目標にして、個人でそうですね、決勝に残ることを目標にしていきたいなと思います。はい、よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。はい、どうぞ。毎日新聞の加古です。具体的に県のイメージアップにどう貢献していきたいなとかってありますか。そうですね、まあ、今年はオリンピックっていうシーズンがあって、それでやはり県民の皆さんにたくさん知っていただけたし、でたくさんの応援や終わった後のお祝いの言葉がすごい僕にも響いて、僕自身もオリンピックに出てスポーツというものは人々を感動させたり元気を与えれるんだなっていうのを実感したので、まあ、これからもまた競技を続けていく中でスポーツを通して僕が一番県民の皆さんにいい報告だったり元気や感動を与えることが今の自分の仕事というか役割だと思うので、この山梨で22年間育って今埼玉にいますけど、本当に山梨が僕も大好きなので、まあ、佐伯知事からもまたこれからも山梨をもっと PR していけるように競技に専念して頑張ってくださいというお言葉をいただいたので、まあ、僕自身もこのメジャーアップ大賞を機にもっともっと山梨を PR できるようにスポーツを通して頑張っていきたいなと思います。具体的に山梨の PR したいところってどこですか。そうですね、まあ、本当に自然が僕も大好きで、具体的にどこを PR したいってどうなんですかね。でも本当に人柄も優しい気がして、大学時代に友達がこっちに遊びに来てくれて、伊沢駅のホームで見送りするときにチケット入って入らなきゃいけないのに、少しの間だったらせっかく友達も来てくれたみたいだから、僕たちも見てただけで駅のホームの方が少しならちょっとお見送りしてきてあげてくださいって言って、そういう温かいところも、なんか友達が東京から来て山梨ってやっぱりなんかいいねみたいな話もしてて、そうですね、本当に僕もオフの日にその河口湖に行ったりとか自然と触れ合うのも好きだったので、もっともっと自然がいっぱいあるので、その東京に僕も今その埼玉にいる間にたまに息抜きしたいなって思う時はやっぱ山梨が浮かぶので、そういう息抜きだったりリフレッシュするのに山梨は最適だなと思うので、そういう自然や食べ物も美味しいっていうのを PR していきたいなと思います。いいですか。他にまだございますか。よろしいでしょうか。よろしいですか。それでは受賞者の記者会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。